2024年に熱愛発覚したジャニーズトップ7。1、亀梨和也、田中みな実。もともとは雑誌の対談で知り合い、ドラマディスティニーで共演し急接近、真剣交際に発展した。食や生活習慣、音楽の好みまでもろに田中の影響を受けまくりの亀梨。2人は現場でも付き合ってることがダダ漏れだったとの証言もあり、ところがつい先日放送のグータンヌーボで田中が本当にヤバい状態と窮地に陥っている心情を吐露し、恋愛相談している様子が放送された。これは破局報道も近いのか。2、中島健人は塩レナ。2人にはなんと30ものにおわせが、交際はすでに3年に及んでいるという。特に以前雑誌で中島が新婚旅行はバチカン市国へという内容を掲載したことがある中で、2人で同じ時にバチカン市国に訪れていたことを受け、すでに新婚旅行じゃんとファンは絶叫。2人揃っての脱退がさらに物議を醸した。3、伊能健、雪平梨沙。事務所が否定しないコメントを発表し、ファンは愕然とした。雪平が伊能のメンバーカラーの青でハートを投稿したことで匂わせ物議。おうち育み合いは2年に及ぶと言われている。4、菊池風磨、白石麻衣。数年前に交際していたところからの復活愛、結婚前提との噂。放送中に菊池が白石をマイアンと呼んでいる姿も。大人気で忙しい2人はお互いの時間を見つけておうちデートを重ね、ファンを傷つけないようにしているとのこと。5、目黒蓮、有村架純。高橋海人と3年愛、すでに同棲していると噂されていた有村。高橋がインスタのストーリーにエンドとスプレーで書いた文字を投稿。有森が目黒と付き合いたいから高橋と別れたとの噂が出ている。目黒と有森の熱愛報道は時間の問題か。6、平野紫耀、リエハタ。平愛梨の妹平優奈と噂があったが、現在はダンサーのリエハタが有力。リエハタはキンプリの振り付けをしたことがあり、平野とリエハタが一緒に踊っているところや2人のペアルック姿を投稿。パールのネックレスがお揃いだったりとラブラブに見える様子を披露している。平野のサングラスにリエハタが映り込んでいるのではという匂わせがあり、決定的か。7、高橋恭平、黒木光。高橋が黒木のマンションに入り浸りの反同性愛。高橋は黒木にオーダーメイドネックレスをプレゼントしていて、お揃いのピンキーリングを着用している様子も目撃されている。